画ナタリーをご覧の皆さん、こんにちは、浜美奈美です。はい、私が出演した作品なんですけど、かけ狂いです。ギャンブルが全ての、学校でギャンブルが大好きな説明だけするとすごく破天荒ですけど、まあ、すごく破天荒な映画で、何をしでかすかわからないような、そういう危うさのある、ギャンブルヒロインです。シーズン1は、高校 1,2 年生とかなんですけど、映画は高校3年生の冬とかですかね。私シーズン2とかそういうシリーズものをしたことがなかったんですけど、この作品は本格的にシリーズでがっつり出させていただいて、同じメンバーでスタッフさんもキャストも同じメンバーが出たので、すごくこれからどうやっていこうかとか、そういうのを同じ目線で話し合ってくださった方がたくさんいて、みんなで作り上げたという、なんかそういう自信にもなって、撮影もすごく楽しくて、このお仕事って楽しいんだなと心から感じた作品でした。私を作った映画は我が青春に悔いなしです。この作品を初めて見たのは、今の事務所に、所属して、このみんなで映画を勉強しようという時に貸し出しをしてくれて、そこで借りてきて家で見た映画だったんですけど、白黒の映画でなんですけど、の女優さん原節子さんが本当にすごく目が輝いていて、白黒だからこそ分かる、そして白黒なのにすごく輝きが放っていたのが印象的で、そういう目でもう芝居ができる人になりたいなと思い、私の中に心に残った作品でした。その原さん演じる主人公、ヒロインの女性がもう結構アップなところなんですけど、アップでその男性の主人公と話し合うシーンがあって、そこがすごく一番そこが目が輝いておりました。以上、浜辺美波でした。